ードワゴンの小沢です。あの声いいなと思ったんだけど、まさか今日なると思わなかったんでね。まあ結構皆さんも同じだと思うんですけど、出ずっぱりなんでね、なかなかちょっとこう大変かなと思ってますけども、ですね、午後また初めて見る方にもう一度また説明させていただきます。仙台総踊りプロジェクトっていうのを今前に出てきたよそこい総論白石城の代表である神沢さんが発起人となりまして、仙台総踊りを作っていく相談を受けまして、佐藤先生の方がじゃあちょっと一緒にやろうと言って3人で始めたプロジェクトです。ようやくそれが形になってきたので、今回お披露目という形で皆さんに見てもらいたく披露したいと思います。そしてですね、ノイズがすごいよ、俺のとこもノイズだけどね、言ったらね、はい。そしてですね、そのプロジェクトに賛同してくださったチームの皆さんに一緒にこう踊ってもらうわけなんですけども、またもや業務連絡をしたいけど、これどこ収まりないのかな。あらー、踊ってほしかったんだよな。はい。ですね、そんな仙台総踊りプロジェクト、目標としては来年の、北海道であるソーラン、そこにソーラン祭りにこの総踊りで出たいなという夢を持ちまして頑張っているところでございます。ただとはいえ、そこに未経験者の方はじゃあできないのかというのはございませんので、例えばこの辺が終わった後に私も興味あるみたいな方はぜひ半沢なり私なりに声かけていただければ、ご説明いたしますので、チームの方々含めどうぞよろしくお願いいたします。それではお取り子の皆さん準備よろしいですか。いや、揃ってるんですね。じゃあ私も入りますんでね。はい、私も後ろの方でちょこっと踊ります。はい、じゃあそれでエンシルがお願いします。はい、仙台プロジェクト熱風です。はい、気をつけ正面に向かってレイ、よろしくお願いします。構え、we'll be right back.
こちらの方はですね